もう山間で買うしかないじゃない。24でいっか。うん。24でいっか。上履き買います。はい。恒例の新学期準備でございます。きつい。きつい？え、21.5 きついよもう。リミ22か 2.5 じゃない？いつも。ちーちゃん24。いつものですね。いつものですね。どう？リミも足大きくなってるよね、絶対。22.5？ どう？ゆるい？歩いてみて。見ただけじゃわかんないから。どう？でももう23でもうさぎっぽくない？きつい？ちょっと23だと大きいだね。ちょっと脱げちゃうね。じゃあ 22.5 かな、ちょうどいいのは。私きついのは嫌だから、あえて緩いのにするタイプなの。あ、でも今ちょっと緩すぎだったよね、さすがに23は。そう、うん、はい、とりあえずね、新しい筆箱を見に余計さんに行きました。レッツゴーはい、じゃあね、これはまたね、後紹介したいと思います、はい、筆箱とか他の ね新学期で使うものを買いました。おー急に来たじゃあ次、いつもこの辺にさ、ワゴン売りしてなかった。何が？あー新学期、うん、そうだね、まだ始まんないんだから学校みんな。はい、雑巾買います。あとなんか肌が白くなるやつもあったんだけど、どれだっけ、全然覚えてない。これは覚えてた。なんかこれいいの？これなんかね、いいってネットで買おうかなと思った。え、どこにあった？ここ。あ、もうすごいね、売れ売れじゃん。めっちゃ売れ売れだよね。ね、どこにあるか分かんなかったから売れ売れ。あとなんかもう一個あったんだけど忘れちゃったんですが今日はこれだけで、うん、何これ？これ何？これなんかね、この水に浸すとこのマスク状に膨らむってやつ。へー、だからなんていうの、オリジナルのマスク作れるみたいな。なるほど、買います。はい、じゃあこんな感じでいいですかね、100均は、こっちね、なんかそのシャンプーなんだよね、この真ん中の。こっちは？こっちがなんかヘアミストなんだよ。これミスト？うん、ヘアミストにしようかな。いいんですか、これで。じゃあこちらのシャンプーとリンスとこのおまけでヘアミストがついてるやつね。はい、これにします。はい、缶バッチ、ヒロアカのね、缶バッチ2つ買ってきたので開けてみます。はい、開けてみます。私はジェクくん狙いで、リミがチューちゃん狙い。チューちゃん狙いだよね。出るかな、もう7種類なので多分このこれが全部です。はい、こちらのどれかというわけで、じゃあ一人ずつ出そうかな。そうだね、うん、まずリミを開けちゃってるから、リミから。しほちゃんはデク君推し、その一番でっかいやつね。そうそう、リミちゃんはここを狙い、うん、でリミがこの緑のつゆちゃんを狙い。
あ、そう、つゆちゃんっていうの。はい。はい。いくよ。じゃあ、りんちゃんから。せー。待って、まだまだまだ。せーの。相沢先生でした。相沢先生先生もすごい人気で、はい、じゃあ人気で、ね、しほちゃん相沢先生なんだろう。せーの、じゃん、桐島くんが出ました。桐島くん、はい、みんなお腹をだけど大丈夫。私ね、うん、そうでもない。そうでもないよ。へー、結構好き。結構好き。じゃあ良かったですか、まだ。まあでもどれが出てもいいんでしょ。どれが出ても嬉しい。こういう場合は被らなかったしね。うん、こちらとこちらでございます。はい。はい。